大家好，こんにちは，ルちゃんです。今天这支影片呢，是我们要跟大家介绍日本的麦当劳。那为什么是日本的麦当劳呢？日本的麦当劳他们每年都会在这个时间出 Tsukimi Baga， 因为这个时间差不多是中秋节，所以很多连锁店家他们都有出所谓的赏月套餐。那麦当劳他们会出的这个 Tsukimi Baga 呢，就是文当超级超级喜欢，他每年只要看到又出 Tsukimi Baga， 他就是一定要吃。这个汉堡呢是期间限定的，现在这个季节过去之后就买不到，要一年之后再买，所以文当每年这个时候都会毛起来吃。那其实之前我们就有想要拍影片给大家看，可是到最后不知道为什么都没拍，想说啊，今年终于找到机会可以拍给大家看。那他们这个 Tsukimi Baga 有什么特别的呢？我找一下哦，给大家看。那这个呢是麦当劳的官方 APP， 大家可以看到他们赏月汉堡里面就是有培根，还有特制酱汁，还有蛋跟汉堡肉。那今年麦当劳有出一个新的，是中间这一款是浓厚土罗利月见，然后他们呢还有这个是赏月派，里面是红豆跟马吉，这个也看起来超好吃，所以就一起订。我们文当来了，来啦！那你跟大家说你有多喜欢吃这个月见汉堡？マクドナルドの中で一番好き。本当？テリヤキは？テリヤキが二番。いつもこの期間限定は。絶対食べる，对，他就是超爱就对了。然后给大家看，就是我们这个麦当劳已经送到了，大家看它这外面的包装啊，就是有这个月亮的感觉，很可爱。我们点了两个套餐，一个是我的，一个是文当的。然后文当他都要喝这个芬达的葡萄汽水，然后我是喝 QOO 的白葡萄口味。QOO 有种果汁真好喝，去过过八九，なんか全然日本と違う。やめて、本当やめて。もうやると思ったから早く飲んで。飲んだら凍っちゃう。クー。来薯条。薯条みんな一緒。来咯。来啦。Tsukimi Pie。噔噔。然后是我的炸虾汉堡，还有文当的月见汉堡。テンション爆上がり。给大家看月见汉堡的外包装，超可爱的，还有月见派啊，感觉超好吃的啦！哪里そんな喜んで？めっちゃテンション上がってんじゃん、ルちゃん。大好きなの。もう一回って。哇，感觉超好吃的。月を見る。心が上を向く月にばか。いや、本当ね、これが美味しいんですよ。これはね、日本限定なの。嘘。本当、台湾がない。哇，给大家看就是这样子，上面有酱汁，还有培根跟蛋，还有汉堡肉。写真の方がすごそうな気がする。まあそれもさ。ソースもまた美味しいんだよ。すべてにマッチしてる。好吃？ルーちゃんも食べたい。もちもちしてるんだけど、またねベーコンと卵とハンバーグがね絶妙にね絡み合ってめちゃめちゃ美味しい。卵が美味しい。ね、朝ごはんでも全然いけるよね。うん。とてもね大好きです。给大家看它这个汉堡的切面，它好吃就是好吃在它的蛋跟培根跟汉堡肉全部加在一起很好吃。今回は濃厚とろり月見でチーズが追加されてるんですけど、私は結構チーズが苦手なんでね、前はねこれプラスベーコン追加とかこのハンバーグが追加とか。文章食べてた。そう。うん。それがあってすごい嬉しかったんですけど、今回は普通の月見しか食べれるものがなくてちょっと残念。文章每年他吃麦当劳最期待的就是这个月见汉堡出来的时候，所以每次我家里看到广告，还是看到 IG 有人在 po， 我就马上跟他说：文章，你最爱的汉堡出来了。だから今回もね、先にルーちゃんが発見してくれたんですよ。あとこの時期はさ、なんか吉野家とかにも月見丼みたいなのある。で前食べたんですよ。めちゃくちゃ美味しかった。この時期は卵関係がすごい多くなって、すごいこの時期嬉しいんですよ。我自己吃麦当劳的话呢，每次几乎都会点炸虾堡，我就觉得他们炸虾堡很好吃，因为他们外面很脆。完食。うん、私まだ。今回月見バーガーと月見パイとあとマックシェイク。で今回ねデリバリーしたんですけれども、マックシェイクがねなぜか頼めれなかったんですよ。月見パイのところにさ、お持ちで喉を詰まらせないでくださいって書いてある。バーユ。中国で勉強したの。すごいさ。中国で勉強した？あれ台湾語だよ。なんかルーちゃんにじゃあよって送ろうとした時に調べた時があってガー言って出てきた。なんか日本がちょっと混じってんだよね。うん、そう、あの台湾語は日本人が発音しやすいかもね。でもね、ガー言うじゃない。ガー言う、ガー言うだよ。ちょっと違うんだ。うん。那接下来我们两个吃看这个月见派给大家看。
毎年の冬が出るチョコパイがめちゃくちゃ好き。あ、三角チョコパイね。そう、そのチョコパイの話なんですけど、1年前の録画のテレビ見せて三角チョコパイが出てきたんですよ。あ、もうこの時期かって言って、あ、1年前のだってめっちゃ恥ずかしかった、うん、言った話があったねおお、もうお餅、大家看我咬一口下去就有红豆又有麻吉。红豆，大红豆。那红豆？嗯。大家可以看它真的是一半是红豆，一半是麻吉，但是它的红豆馅我觉得比较少，不知道吃到后面会不会多一点点。なんかもう右側がもう全部餅で、うん、左側があんこみたいな感じ？うん、こんな感じ。おいしいよ。あ、食べやすいね。うんうんうん。而且它的红豆又不是超级甜那种。全然油っぽくもないしね。うん、すごいはみ出るぐらい入ってる。うん。咬一口红豆爆出来了，所以其实吃到后面红豆还是很多。いただきます。最後の一口。完食。从网络上找了糖醋酱的照片给文丹看。バーベキューとかじゃない。全然違う。ちょっと甘いのこれ。美味しいのめちゃくちゃ。大根餅につけても合う？大根餅合わないと思うよ。我来查看现在台湾的麦当劳有什么。台湾的麦克没叫一首的给我。看起来超好吃的，台湾的麦当劳起司脆薯双牛堡。ボリューミーだね。嗯，台湾的麦当劳好强哦，还有潜艇堡哎，見て。すごいね。生姜焼き。美味しそう。嗯，广告。いらっしゃいませって言ってるね。なんかおしゃれやね。お、肉汁たっぷりとか書いてある。え、日本語書いてるね、すごい。ねえ、やっぱり台湾行ったらそういうとこも文化の違いを感じる。うんうんうん。台湾の吉野家もすごいからね。マクドナルドとか、あと吉野家とかね、そういうチェーン店食べてみたいね。ほんと？なんか結構違うんだよね。ふーちゃんはね、1年台湾住んだ方がいいと思うよ。いろいろね、体験できるし。好啊，这支影片就这样啦。现在大家不能来日本，在台湾的人应该没办法吃到。但是明年日本同时间还是会推出这个单品，所以如果之后有机会来日本的话呢，大家可以吃吃看这个文章每年都必吃的月见汉堡。本当にね、月見バーガー美味しいので、皆さんもぜひ食べてください。あと月見パイね。うん。でも私の一押しはやっぱり冬のチョコパイです。まあ冬まで待ちましょう。好，那我们下次影片再见，大家见，拜拜。拜拜。君と終わらない